最近すっぴんで配信しすぎだと思った。なんかさ、みんながさ上げてくれるスクショとか見てさ、明らかにブスだなって思っちゃった。でもなんかショールームはできるだけ長い時間したいしな、みたいな。まあなんか全然凝ってなくてもいいから、ちょっとでいいから、なんかメイクしとこうかなみたいな感じ。そんな感じ。そんな感じ。ハンギョドンの位置むずいね。ハンギョドンだよって感じしたよね。ハンギョドンなんだけどさ、あれ、もう一匹ハンギョドンは洗面所に置いてきちゃったかも。あら、じゃあこっちはマイメロ。ハンギョドンとマイメロだよ。こんばんは、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 こんばんは。うん、でもなんかね、難しいな。あ、こっちの方がいいね。こうしよう。こんばんは、こんばんは、どうも、こんばんは。ハンギョドン、マイメロ、ハンギョドン、マイメロ、ハンギョドン、マイメロ。でも前髪が邪魔なんですよね、すごくやだ。どうしたらいいのこれ。ハンギョドン逆さまだけどもいいかな。こっち用のハンギョドンも一応いるんだよ。いるけど、なんかだってね、今日だけはすべすべてもうと楽しくステップ踏んで完全燃焼。今日は皆さんいかがお過ごしでしたか。イエーイ。いかがなさってましたか。はるかは学校行ってたよ。偉すぎ。偉い。こんなに偉い子いない。いや、それはいる。学校は普通に行ってる、みんな。でも偉い。仕事忙しかった。仕事です、仕事、仕事、仕事。お疲れ様です。みんな頑張ってんだだなぁ、んだなぁ、んだっけ、だっけさぁ。だっけさはね、演出家の人とも話してて、そう、今年の流行語大賞になる。そうですよ、今年の流行語大賞はだっけさです。発表されます。私でも新潟弁全然なんかないんですよね。たまに、たまに長岡弁みたいなのが、イントネーションとか
あのお父さんお母さんがどちらも長岡人なので、イントネーションが長岡な感じはたまにあるんですけど、ほぼ標準語です。すいません、つまらない女で。私めっちゃ青森弁本当に憧れるんですよ。関西弁か青森弁、なんか関西弁で喋ると全部が面白く聞こえるじゃないですか。めっちゃそれに憧れがあって、なんか標準語で話すのもいいんだけど、なんか標準語だとちょっといまいち、その標準語で別に話して面白くないものが関西弁で話しただけですごいなんか面白く感じる現象わかるじゃないですか。そういいなって思ってるんですよね。そう、それか青森弁、なんかこうでも訛りがある方がなんか面白く聞こえるからめっちゃ羨ましいんだよね。はるかもなんか訛り欲しかった。津軽弁か、いいなまあこんな感じで今日は適当な顔で配信をしていこうと思うよ。みんな今日は元気でしたか？私はまあまあ元気で、そうですね、まあまあな元気さではあったんですけども、うん、それなりにいい日は過ごしたかなと。ちょっとよくわかんないこと言ってるな私。倒れそうです。あら大変、それは大変だ。それは大変だ。何？口内炎？なんかすごい、何？はるか看護婦に、私看護婦じゃないのよ、まず相談したいことがあって、ラムネくらいの大きさの口内炎ができています、治療してもらっても良い。治療してもらっても良いって何？しかもラムネくらいの大きさの、大変だね。それはもう大変ですよ。それはもうラムネくらいでしょ。でもラムネっていろんな大きさがある。ちなみにはるかが最近食べてるラムネはこの大きいラムネなんです。これね、レイナさんも好きって言ってた。そう、そういえばそうだ。これ大粒なんですけど、わかるかな、ちょっとわかりにくいですね、まあ、爪と比べてこのサイズ感。ちょっと大粒ラムネでもこれがね口の中にあったら大変だ。うん、でも多分あのこれのこの形のやつの中に入ってるやつだよね。これ大粒だからね、ラムネ。そうラムネもね、でもこの瓶のラムネだと思ったらさ、また大変ですよね。お菓子のあのパクパク噛んで食べるラムネじゃなくて、なんかごくごく飲む方の飲み物のラムネだったらの口内炎だったら大変、
すごい、ごめんね。実際どんなくらいのサイズなのかっていうのは分かってるんだよ。めっちゃ意地悪する小学生みたいなこと言ってる。右手で唇投げるように、キスよ飛んで行け。声には出さずにこっそり君だけに、チュチュチュ。チュ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 こっそり君だけに、でれれれ、チュチュチュ、てってってってれってってれ、てってれって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 おいに落ちてしまった。ハンギョドンドン。に言われたけど口内炎用の薬はないらしいから、しょうがない、ん、生姜が良いと言われた。あ、そうなんだ。口内炎用のお薬ってないの？あらら、おろろろろろ、なんか歌おうかな。ちょっと待って、イヤホン探してくる。イヤホン、イヤホン、イヤホン。え、どこやったんだっけ。あ、あったー、よっこいしょ。何歌おうかな。今日はゆるっと配信だよ。いつもゆるっとしてるはるかが自分でゆるっとって宣言してるんだから、もうそれはそれはゆるっと、ぬるっと、ゆるっとゆるっとはでもよく聞こえる。ぬるっととかはちょっとなんかぐだってるように聞こえる。ゆるっとはなんかその世界観をちゃんと意識してあえてのゆるっとって感じがするね。ゆるっとです。そうしよう、そういうことにしとこ。じゃかじゃかじゃじゃじゃん。やばい、あ、っていうか充電あるのそこがまず問題です。チャラン、タッタッタラッタ、タッタッタラッタ、チャチャチャラチャ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 ン。なんか全然うまくいかない。なんで落ちてきたし。
まあいっか。何でしたっけどこ押せばいいんだっけ。あった。やっぱりちゃんとメイクして前髪も巻いてやってればよかった。めっちゃ後悔してる。なんかやっぱ自分の顔見えるからさ、すっごい気になるんだよね。どうしようかな。いきます。
でハンギョドンもぎ取っちゃった、ごめんねハンギョドン。あとは何がいいかな、あれこっちか、行きます。ローラーリレリローラー、ローラーリレリローラー、ローラーリレリローラー、おー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 、久しぶりだよね、お元気ですか、ようやく会えて、やっぱ人間直接顔って見つめ合って Say hello、 あれから何してこうしてました、そんなことどうだっていいよね、人に乗って踊るぜ踊るしかないし、あと近くに来てました、無駄だって今日だけは全て忘れて、もうどう激しく染めてくれ、ございます。オーサムです。
おおおおお。じゃんじゃんじゃんじゃじゃん。どうしよう、あとね、何歌おうかな。充電果たしてあるのか。いきます。人を好きになるって切なく辛いもので、あの日からあなたにラブ修行。I don't know.
イエーイラブ修行。え、なんかめちゃめちゃ久しぶり、ちょっと久しぶりに歌ったけどめっちゃいい曲、泣く、いい曲すぎる。どうしよう、あとそうだな、なんかハンギョドンがさ逆さまになってるのが今すごい気になるんですよね。あ、よっ、あ、
ふわっと歌っちゃったた。いい曲だな。12秒も。どうしようかな。うん、これにしよう。いきまーす。
何今さファンの人のさコメントでさ流れてきて本当にってびっくりした。あ、ありがとうございます。左の腕で。連れ去って、左の腕で連れ去ってでした。左の腕で、ちかなちゃんすごい、おめでとう。事務所移籍しても劇団はるか村出てくれるかな。どうしよう、事務所 NG 出されたらどうしよう、いいかな。ミッドマネージメントさん、めっちゃお腹鳴いちゃった。ツイッターにあげたの？後で見よう。おめでとう。ちょっと今すぐ LINE したいくらいだけど、おめでとう。春花のブーケを差し上げますおめでとう。これでまたちかなちゃんのお仕事の幅も広がったりしたら、ちかなちゃんもそうだし NGT のメンバーの活躍の幅が広がるということですね。皆さん喜びましょう。嬉しい。劇団はるか村にも出てねめっちゃお腹鳴るんだよね。っていうか充電あるのかな。あ、まあまああった。ここではないどこか連れて行ってよ。なんていうコメントとか、なんかさ出てないの？コメント、安藤ちかなさんのコメント。多分どんな芸能事務所でも劇団はるか村の出演は NG かと。NG はさ言い過ぎだよ。いや、ちょっとツイッター見たい、見に行きたいけど、今ちょっと配信、私今携帯で配信しちゃってるもんでね。そう、ちょっと後で見ますね。これにしよう。幸せな気持ちになりますね。嬉しいニュースで。ぼんやりと考えていたら眠れなくなっちゃった。誰かを好きになるっていつでも体力がいるもの。
いきます、次の曲。なんか許さないよ。
かっこつけてる。もうだいぶでも意味なんかね。偉そうなやつの演説なんか聞くもんか。パンクロック空き缶を蹴飛ばすように触れるもの当たり散らして、傷ついても傷つけても迷惑なパンクを歌うぜ。空き缶を潰してやる。魂が入ってないなら空っぽで生きるよりも面倒なパンクでいいんじゃね。愛愛愛あ、ラスベガスね。結婚しよう。ラスベガスめっちゃ好きな曲なんですけど、テラヒナの卒業公演の時に初めてやらせてもらいました。振りはなんとなく知ってたんだけど、初めてステージで披露した。行きます。風力発電の白い羽が回る。西海岸の風車を飛ばした。太陽の下に続くサプケイな砂漠に退屈してないのはなぜなんだろう。お気に入りのI'm not afraid to die.
次どうしようかな。カルこの曲もいいよね。いい曲だ。どうしようかな。これだ。次の曲決めた。今日ずっと。Go!
ございます。いいね、とってもいいです。いいね、すごくいい曲。タラララタラララタラタラララ
次行きます。聞いていただきました。充電がね大丈夫かなって思ってる。ちょっとじゃあ一回結構歌って充電しながらおしゃべりを戻りますね。今日たくさん歌ったな。めっちゃ歌ったよ、いろいろ。いやー早いもので、あと30分ですね、10時まで。明日なんとバズタイムズ初回です、放送です。
ぜひご覧ください。番組放送中とかハッシュタグバズタイムズでぜひツイートしてください。タタタンタタタンタンタタ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 あそこからの入り口のなんか掲示板みたいなところにバズタイムズのポスターがあって、おっって思った。そう、なんか別にわざわざ見に行こうと思って行ったわけじゃなくて、普通にそう通りかかったところにあったから嬉しいって思いました。あとね、NST さんの入り口のところというかインフォメーションって書いてあるなんかポスター掲示されてるところにもバズタイムズポスター貼っていただいてますのでご覧ください。ぜひ、そうなのよ、チチンチチンチャンチャ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 ン、今日のバッグなんだか重くて、はるきずっと歌ってるわ。トゥルトゥ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 ルルトゥ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 ルル、あ、そう、おしゃべり会の申し込み明日までなんですよ。10月22日の分しかね今受け付けてないんだけど、10月22日が最終日なんです、おしゃべり会の。そうだからぜひおしゃべりしに来て、待ってるよ。ちなみにちなみにちなみに言うと、あー10月22日10月22日取っとけばよかったって言う人が絶対に現れます。なので迷ってる方はぜひ会いに来てください。てれれれってれーん、てれれれってれーん、めっちゃさっきからお腹が鳴ってる。てれれれってれーん、てれれれってれーん。プリン星人とは写メ会したけど、ハルルンとはまだなんだよな。私の友達のプリン星人には先に会っといて、ハルルンにまだ会ってないっていうことですか？プリン星人にハルルンによろしくって言われたでしょ？お腹すいた。
今ね、卵かけご飯食べたい気持ち。卵かけご飯食べたい。ぐでたまみたいな顔してる今。今めっちゃぐでたまにそっくりじゃない？今スカペッティスパゲッティ食べてる。いいな、美味しそう。何のスパゲッティですか？トマトですか？スカペッティはやばい。いいな。はるかパスタも大好きです。バジルのパスタも好きだし、トマトも好きだし、なんかそのエビとか、エビとトマトのやつとか好きだし、カルボナーラも好きだし、たらこスパゲッティめっちゃ好き。ねえ、いいな。たらこスカペッティね、うらやましい。TKG 大好きです。 TK なんか小さい頃食べ物の値段とか分かんなかったんだけど、 TKG はもうご褒美くらい、なんかもう普段は食べれない豪華なものだってなんか思い込んでた、美味しすぎて。でもめっちゃお手軽なものだったことに成長過程で気づきました。お腹空いた。あ、そう、 TKG 専用の醤油おすすめ。私のお家に今卵かけご飯専用の醤油があります。なんかね、確かはるかはなんかお仕事に行ってて、弟は部活とかで行ってて、なんかママとパパが2人で休みの日にどこかにお出かけしてたらしいんですけど、村上に出かけたって言ってたかな、村上に行ったのかな。でなんか箱でなんか卵を買ってきてくれて、卵とあと卵かけご飯用のお醤油って書いてある醤油を買ってきてくれて、すごい美味しい卵かけご飯が食べれました。なんか卵かけご飯用の醤油はそんなに味が濃くない、結構なんていうの、もうめんつゆに近い感じの、そうだから卵の味を消さない感じ、そう、そういう感じ。美味しいです。え、わかる。時娘で TKG 食べたい。うわー、卵かけご飯食べたい。時娘でまたお腹鳴っちゃった。うわー、え、食べたい。私こそはお米買うと心に決めてるの。ありがとう嬉しい。ネギとか海苔とかトッピングします。いつもしないですね。した方が美味しいそうだけど、めんどくさくてしないです。でもネギってトッピングしたことないかも、卵かけご飯に。
ないかも。あるかも。海苔の方がないかも。え、めっちゃ贅沢な TKG がいい。え、ちょっとそれ企画にしたいね。時娘とあと最高の一品、なんか卵もめっちゃいい美味しい卵を新潟県産のね探して、醤油も新潟県産のめっちゃ美味しいのを探して、え、なんか YouTube の企画とかでそういうのやりたい。そしたら YouTube も撮れるし、美味しい卵かけご飯も食べれる。やりたーい。時娘の宣伝にもなる。やりたいやりたい。卵かけご飯本当に大好きなんですよね。卵好きなの本当に。オムライス食べたい。ふわふわとろっとろのオムライス食べたい今。食べたい食べたい。時娘持ってご飯のお供を探す旅とかやりたいですね。卵好きなんですか？気が合いますね。卵好きなんですか？気が合いますね。卵大好きなんですよ、はるか。卵。卵食べたいね。でもあとやっぱりお刺身、熱々のご飯と一緒にお刺身を食べたいです。あとお味噌汁、お味噌汁、なんか少ね、お腹空いちゃうね。味噌汁といえばそうだ、あの豚汁立花さんって知ってますか？立花さんっていうなんか豚汁がメインっていうか売りな、あの豚汁上越の方にあるね、新潟の。そうテレビとかでもよく紹介されてるんですけど、私あの豚汁をずーっとずーっと食べてみたかったんですよ。そう、でもそしたらツアーの初日のケータリングに豚汁と立花さんの豚汁があって、
食べてめっちゃ美味しかった。最初その書いてあったんだけど気づかなかったんですよ。普通に豚汁ある、豚汁ある、やった最高って思いながら食べたら、えめっちゃ美味しいじゃんって思って、でなんかヤヒと一緒に食べてたんだけど、あそうそういえば豚汁といえばね、その橘さんっていうところの豚汁はるか絶対食べてみたいんだよねって言ってたら、それがもうそのものだったって、あこれか、すっごい美味しいと思ったらやっぱりこれが豚汁橘さんの美味しさみたいな、そうめっちゃ美味しかった。本当になんかこう全国のそのグルメ番組とかにも結構たびたび紹介されててすごい人気らしいんですよ。そうなんかね、具材がもうシンプルで玉ねぎと豚肉だけみたいな、その玉ねぎがすごい甘いそうやつを使ってて、でもとろっとろにも、そうなんですよ、それが本当に美味しい。だから食べれて嬉しかったし、また食べたいし、お店に行って食べたいなって思ってる。そうなの。あと今ねチーズドッグ食べたいチーズハットグ、ビヨーンって伸びるやつ。揚げ物もいいですね。私揚げ物も大好きなんですよ。唐揚げ大好き、唐揚げ大好きだし、あとエビフライとかも、七チキ、ファミチキ、エルチキ、あ冷麺食べたいね、冷麺食べたい。焼肉食べた行ったところのさ、最後食べる冷麺とかめっちゃ美味しいじゃないですか。冷麺食べたいな。あとね、ちょっと前に私つけ麺の魅力に気づいたんですよ。つけ麺ってあれ全部つけて食べるんじゃなくって、半分くらいまでつけて食べると、そのつけ麺の麺のちょっとひんやりしたところとスープがついた絡んだところとあって、つけ麺がめちゃめちゃ美味しい。昔はね、つけ麺ってなんでわざわざつけるんだろう、元からつけてある普通のラーメンがいいじゃんって思ってたんだけど、全然そういうことじゃなかったんだなって気づきましたか、気づきましたか、気づきました。なんかこう普通のただの酢の麺も好きなんですよ。小学校とかのソフト麺が出た時もソフト麺をそのまま食べてた、数本そのまま食べてからお汁につけて食べてた。だからそのスープが絡んでない麺の部分とスープが絡んでる部分と、あと温暖差です、寒暖差、温暖差、スープついてるところはもうあったかいじゃないですか。そう、お蕎麦はね、長岡の小島屋さんがやっぱり覚えけばすごい小島屋さんにお世話になってて、もう年越しそばも小島屋さんだし、あと年明けの初詣に行った後お昼のランチで小島屋さんに毎年必ず行きます。でも小島屋さんのお店で食べた時のあったかいおそばが好きで、あったかいおそば、へぎそばももちろん美味しい、へぎそばももちろん美味しくって、でもお店に行った時にあったかいおそばのなんかトッピングかなんかで揚げ餅が入ってたんですね。お餅が揚げてあるやつがトッピングで入ってて、それがもうあったかいおそば本当に美味しかったです。お餅も好きなんです。
タピオカとかもわらび餅もわらび餅ドリンク大好き。バスセンターのカレーめっちゃ好き。でもバスセンターのカレーうどん食べたことない。お仕事で行けますようにということでですね、50分になったのでしないキス、しそうでしない、今おしゃべり会追加申し込みました、ありがとう、待ってる、楽しみ、行けるといいね、はい、行きたいなと思ってます。15日ハルル行くけど初めてなので緊張します。緊張なさらずに、あ、でもそう言うとあれですかね、じゃあむしろもう全然緊張して来てください。私ももうスターのオーラを醸し出して嘘です、緊張せずにお越しください。いきます、しそうでしないキス、しそうでしないあなたのキスパッドも落ち着かず思わせぶりで、ねえの声と飛んでゆくの目を閉じたら唇が溶けた、
ありがとうございます。ということで、しそうでしないキス聞いていただきました。ありがとうございます。それではですね、はるか村条例の復唱からやっていきたいと思います。皆さんいいですか？はるか村条例復唱いくぞー。おー、村から出ない、村から出ない、村で過ごす、村で過ごす、村で村の外の告知をしない、村で村の外の告知をしない、はるかに集中、はるかに集中、村から出ないというより出れない、村から出ないというより出れない、見えるのはハルルンだけ、見えるのはハルルンだけ、村でエンジョイ、村でエンジョイ、ハルルンは優しい、ハルルンは優しい、ハルルンをそれはそれは熱く押す、ハルルンをそれはそれは熱く押す。ありがとうございます。はい、皆さん、ということでですね、今日の配信もありがとうございます。最後にじゃあね、壇上に乗ってらっしゃる皆さんを発表していきたいと思います。13位イカッチさん、ありがとうございます。12位まじめちゃんさん、ありがとうございます。11位なかさん、ありがとうございます。10位たけともさん、ありがとうございます。9位てっちゃんさん、ありがとうございます。8位としやさん、ありがとうございます。7位ぴょんぴょこぴょんさん、ありがとうございます。6位きゅうりのお漬物さん、ありがとうございます。5位おしょうさん、ありがとうございます。4位ひよぽんさん、ありがとうございます。3位かんくろうさん、ありがとうございます。2位るきさん、ありがとうございます。1位わたちゃんさん、ありがとうございます。はい、ということで今日も皆さんありがとうございます。それではですね、明日はなんと私の、初レギュラー番組バズタイムズ NST さんで22時52分からは、発売じゃないや、放送されます。バズタイムズ、明日が初回放送日です。皆さん楽しみに見ててください。よかったらハッシュタグバズタイムズで、ツイートしたり感想を教えてくれたら嬉しいなと思います。バズタイムズ見てね。バズタイムズ、あとツイッター、インスタグラム、755フォトログ、モバイルメール、公式 LINE、 ショールーム、 YouTubeぜひフォローと登録とチェックといいねとリツイートと拡散とリプコメントよろしくお願いします。あと何、再生、うん、その感じかな。ありがとうございます。ということで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。
ハンギョドンもみんなにバイバイして、バイバイありがとう、今日も見てくれて、今日も活躍できて僕嬉しい、ドン、ハンギョドンでしたありがとうございました。皆さんそれではおやすみなさい。明日も頑張りましょう。良い夢を。